メチレン分よく染み込ませてあげる。これをこうやってハサミで。アロワナ手術後編、リーゴス界ポンティアナさん。この動画をご覧になる前に必ず前編の手術動画をご覧ください。麻酔についての説明、手術道具の説明、手術のやり方を詳しく解説しています。ご確認よろしくお願いします。胸びれ欠損腫瘍編。じゃあまず麻酔を入れたんで、これにコップの水槽の水を汲んで薄めておきます。はい、これもさっき手術したのと同じぐらいの大きさなんで同じ袋を使います。幅が約40センチぐらいの袋ですね。40センチちょっとか、このくらいの袋で入るんで、この答えは胸びれの欠損。それから顔にちょっと腫瘍ができてます。はい、出来物が、はい、はい、もうこれはもう仕方ないんだけど、やっぱ人間と一緒で、やっぱ内臓が悪いと思ったのかが、こうやって腫瘍みたいにできてもできてくるんで、気になる人はね、僕はだから、そういうのは目立つやつは取っちゃいます、手術で。大体これ取るとね、結構、なかなか、結構、なんちゅうか、意外と目立たなくなるんで、まあ、できる範囲でやってもらえると思います、気になる方は、ね。それの一つの参考になればと思います。おお、自分から入ったね。このくらいの量。さっき言った麻酔薄めたやつを入れていきます。直接当たらないように端っこからそーっと流し込みます。こいつ今結構暴れるんで。取り出したりする、このまま取り出しちゃうとね、袋を破って出たりするんで、このまま水槽で袋で押さえて、またさっきと同じぐらい、10分ぐらい、10分ぐらい、はい、目がまし。次は、はい、虫食い、麻酔もこれかかってます、はい、さっきと同じ量でやってます、はい、水の量も同じです、はい、この子はちょっとかかりが早くてもう横になってますね、まだ10分も経ってないのに、はい、この辺は個体差があるんで、ほとんど動くようになったんで袋から出します。中途半端で袋から出しちゃったら暴れて飛び出したりするんでね、でその辺はよくちょっと触ってみて動かなくなるまで待って、それから袋から取り出します魚を。この子はですね、これも結構問い合わせ多いんだけど、はい、顔にこういう出来物ができる場合ですね、わかるかな、画像で骨がちょっとほらボコッとしてますね。ボコッとしてます、うん、これクレですね、はい、多分この原因は僕もはっきり分かんないんだけど、多分やっぱ内臓関係だと思う。内臓が悪いとね、ここしか皮膚がないんで、ここあったらもう亀裂鱗じゃん、はい、やっぱそういう出来物ができるとここにできるよね、うん、うん、でこの場合は、僕の場合はこれ2種類あって、はい、水泡って火傷した時の水ぶくれみたいに水が溜まって膨れるタイプと、はい、シリコンみたいな塩、そういうコリコリしたのでができてこういう出来物になる場合ってあるんで、はい、ただ水ぶくれの水泡の場合には、大体、ほっといても自然と潰れてね、治るんで。治る場合のそういう水泡みたいなのもあるってことですね。そうそう。だから、例えば1ヶ月経っても治らなければ多分の、腫瘍だと思うんで、その時は、手術で僕は取ります。はい。で、これからそれやりますので、はい、見てください。まず用意するのはこのメスですね。はい。メスでこの出てるとこを、大体でいいんだけど、こうやって取ります。この後、まあ、うまく取れないときは、そのためにこの耳かきが必要なんです。はい、これで。耳かき先ほどの。これを使って、こういう、カッターとかこのナイフで取りにくいところは、こうやってこれで削り落とすんです。骨が出るまできれいに、この、腫瘍の部分の組織を
全部取る気持ちで削ってあげます。これだとこの耳栓の改造したのがよく一番きれいにこうやって取れるんで。中途半端にこれ残ってるとね、また再生する場合もあるんで。ぶり返してしまうってことですね。うん、とにかくもう骨が出るまで削、ボンボン揉むって削っちゃって大丈夫です。はい、あと、ここにもちょっと気になる部分があるんだけど、ちょっと画像では分かりづらいけどね、あ、これこっち側もそうだね、両方混んできてますね。触れてます。こっちの方が、うん、大きいと思います。これはもう、こうやっても潰れないんで、もうシリコン、コリコリしたシリコンみたいな感じですよね。この場合はこうやって削除します。今使ってるのはメスですか？そうですね、これはメスですね。あ、すごい、一気にグサッと。うん。ホームセンターで300円ぐらいで売ってる。これで十分なんで。縦位置取りました。あとはこの残ってる分をこの耳かきの改造したので、きれいに削り取ってあげます。この後に、まあ、可能度もだけど、僕はこの、綿棒に、この白天病のメチレンブル、これが昔のガキの頃使った赤チンに似てるんで、幹部まで染み込んでくれるんでね、なんつうか、可能防止もなし、僕は必ずこれをこういう場合には使っ、原液を塗り込みます。まず綿棒にこの原液をよく染み込まして、はい。これでこの削った部分を、にこの、メチレンブルよく染み込ませてあげる。このメチレンブルってアロマの貝殻にかかっちゃっても全然これはもう全然目とかに入っても大丈夫。全然平気。うん、これは大丈夫。まあこれ一応可能止めだよね。まだここはメチレンブルーがいいですか、やっぱり。これしか、こういう赤チンみたいな似た薬はない。これが残ってるよね。今ちょっと塩の残りを。うん。しっかりとピンセットで削除。ピンセットじゃなくて、もう、なんか切れない場合は、もう、もぎり取っちゃうみたいな感じ、イメージでもいいんですか？爪で取って、爪で削ってもいいよ、これ。取りにくいときは。まあ、こういうのはペラペラ残っててもね、自然と取れるけど。削りのとき、この皮の部分がね、ちょっと残ってるときは気になるんだよ、こうやって。取って。それでさっき言ったこのメチレンブルをよく幹部に染み込ませる。これで一応可能止めになります、これが。これで腫瘍の方の手術は終わりです。はい、次に、これもよくあるんですけど、ムラベの欠損。これ見てほしいんだけど、はい、ここがちょっと虫食いみたいにこう、へこんでるよね。はい、うん、まあ原因はわかんないんだけど、多分ここにやっぱり水中がついてると思う。はい、人間で言えば虫歯みたいなもんかな。菌が。うん。これはもうなかなか治んないで、はい、気になる方は、はい、手術で治せる。こういうの見ます、うん、自分もなったことあります。うん、なんか。で、これやる場合には、やっぱり結構硬いんで、はい、本当は、これをハサミで、例えばこの部分だけを、はい、こうやって切ろうとすると、はい、この部分を、はい、硬いから思い切ってるじゃん。勢いでこっちまで切っちゃうんだよ。ああ、怖いですね、この場合はハサミをつかないで、はい、さっきも言ったけど、僕は、この場合は爪切りを使う。爪切り、うん、普通の爪切りですね、これは。爪切り。うん。これだったらもうピンポイントでこの部分だけをカットできるんで。はい。だって気になっている部分の、1ミリぐらい。1、2ミリ。うん。ぐらい。なるべくギリギリやりたいんでね。はい。こういう具合に、この部分だけ切ります。そうすれば、ね、ここだけをピンポイントで、こうやってカットできるんで。はい。カットしたら、この皮1枚で繋がってるんで、取ってあげる。皮1枚で繋がってますね。うん、こうですね。あ、そっから、なるほど。硬いところを向こう側切ったってことですね。そうそう。今ちょっと切れたヒレ見せていただいてもいいですか？綺麗なところだけをギリギリ残してね、はい。なるほど。こんな感じですね。なるほど。それがね、先端に、なるほど。じゃあ、まあ、ここからこう、シューと。ここから生えてくる。はい、生えてくるってことなんですね。うん、じゃあ、この場所によって、例えば、はい、付け根あたりだったらやっぱ1年ぐらいかかるよね。ああ、付け根ぐらいだったら1年ぐらいかかる。先端だったらね、すぐ生えるけど、まあ、これだとでも、はい二三ヶ月かかるかな。二三ヶ月。でもこれで再生するんでね。はい。こういうの虫食いで、こうやって結構
なってる人多いと思うんで、気になるんだったら、はい、手術としても一番爪切り1個でパチンって切れるんでね、はい、簡単にできるんで、うん、やってみてください。はい、あのこういうレベルのこの欠損は一応こういう感じです。なるほど。手術としてはもし根元につい根元の方が欠けてたら、うん、本当だから だいぶ大きくスパンって切り離すとこっちからね、はい、うん、そう、まっすぐ綺麗なとこ1ミリぐらい手前からカットしてね、はい、うん、取ってあげれば、はい、これで再生できて綺麗に治ります。なるほど。一応これ顔にできたおできの手術と、それから胸びれの欠損の手術ですね、はい、まあ、これがこれで一応のある程度治せるんでね、はい、気になる方はやってみてください、はい、でまた呼吸してるんで、はい、このまま手術に戻ります、はい、あともう一個言い忘れてたんだけど、はい、あの例えば手術が長くなって呼吸が弱くなったり、はい、万万が一呼吸が止まった場合には、はい、多分みんな水槽にはこうやって上部フィルターとか、はい、あのオーバーフローで水が落ちてると思うんで、はい、もし呼吸が弱かったり、もし長くなって呼吸がほとんどしてない時にはこうやって落ちてるところの水を構成的にほら、はい、入れてあげる、はい、こうやって、はい、こうすればあの回復も早いんで、はい、早くあの復活してくれます、はい、こんな感じですね。口の中に入れてあげるってことですか。そうそうそう、エラを通すってことですか、ね、強制的に酸素を送り込んで、強制的に、うん、これの方が口から水を流して、うんうん、エラを通して強制的に酸素を送る。万万が口が呼吸が止まっても、はい、絶対僕必ずこれやるけど、これやればね必ず復活します、はい、ただそのままほっといたら呼吸が止まって、そのままほっといたら、はい、死んじゃったこともある、はい、だから必ず様子見て呼吸がしっかりしてればね、さっきみたいに放置しても復活するの早いけど、はい、特に今呼吸ちょっと弱いんでね、動いてるけど、こういう時にこうやってあげればそれも早く復活します。なるほど、早く復活。心配だったらこれをやった方がいいってことですか。そうそう、もうあの水槽に入れてすぐまあ放っとくよりも心配だったら流れ当ててあげた方がいいですよ、ね、そういうのが復活的には、はい、あの、はい、復活早いよね、うん、もうこんだけぐらい呼吸しっかりしてるんで大丈夫なんだけど、はい、大丈夫なんだけども、うん、まあもし心配だってこうやってやってやってあげた方が早く、はい、復活は早いよね、はい、この子はでもさっきと同じ量でやったけど復活も遅いし、かかるのも早かったし、これはだからもうちょっと暴れたんでも大丈夫ですね。やっぱりこういう場合に麻酔の量個体によって多少の量で、同じ量でもこうやって効きが早いのとね、さっきみたいに効きが弱いのといるんで、まあその辺は個体見ながらやっていくしかないと思う。うんうん、まあ一番ポイントはだから、なるべくダラダラやらないで、なるべく早く、はい、早く5分から10、長くても10分以内に終わるように、はいはい、まあできれば5分以内に、ね、終わるように、はい、さっきの胸びれの手術だったらね、ものの1分まではできるんですね、うん。で、早く戻せばそれだけ復活も早いです。うん、今回はちょっと2種類だったんでね、まあちょっと長くなったけど、はい、だから今ちょっと水落としてやったけども、元に戻ったんだよね、はい、まだぼーっとしてるけど大丈夫、ぼーっとしてるけど、これだとこうなってくれたら大丈夫です、ね、大丈夫、上向いてこうやって泳いでくれれば、うん、まあこの子も麻酔かかってる状態でやってるんで、あの精神的ダメージは、ね、はい、ないと思うんで、はい、あと魚類ってほら、あの神経がないんで、はい、2つしてもね、はい、痛いとかそういうのないよね、はい、なるほど、うん、だからもうこれでもう明日次の日から餌も食べてくれるし、はい、あ、追加で手術するときにはやっぱり餌をやったちょっと直後にやるとたまにゲート戻すときあるんで、はい、手術したいときには前の日から一応餌止めした方がいいと思います、はい、できれば 何日ぐらい開けといたらいいですか。僕は1日で大丈夫なんですか。1日じゃなければ、はい、餌止めでやってる、はい、もう結構戻さないし、はい、食べてその日の夜、昼やって夜だと結構中にまで残ってるんで、はい、ゲート戻すときある、はい、丸一日経てば大体こうやって大丈夫、はい、うん、それからだから前の日からにできれば餌抜きすれば、はい、すれば、まあでもまあ心配だったら3日とか抜いといた方がいいです。ただ戻しても死ぬことはないけどね、はい、うん、まあでも僕はやるときは1日前に、1日以上やるときにはその日は餌をやらないで、はいはい、だからもちろん今日は餌をやってないです、はい、それでやります、はい、もう大丈夫だね、動き出した、大丈夫ということで、うん、元気に泳ぎ出しました、OK ね、はい、このメチレンブルーついてるのも後日にはもう青いの取れるってことですか。取れる、
ただメチルムってのはこうやってほら幹部につくとなかなか取れない分、はい、なかなか取れない細胞が中に染み込むんでそれ分だから可能、はい、可能止めにはなる。それぐらい可能止めになってくれるところだ、ね、まあ人間では昔赤チンみたいなもんだね。赤チンってすごい懐かしい。そう今はもう、ね、ないけどね俺崖の頃も崖怪我したらいつも赤チン持ってたんで、はい、あれに近いあの作用があると思う、はい、やっぱ一番これが幹部に染み込んでくれる、うん、だって点ついたらなかなか落ちないもん、うん、確かに、うん、それもやっぱ水の中だね。やっぱ一番これが、はい、僕は傷とかそういう時には必ずメチレンブルを塗ってあげる、はい、原液を、はい、それが一番ベストですね、はい、でこれで可能したことはないですから、ね、うん、なるほど。じゃあこれ今回顔の腫瘍と胸びれの結束の手術はこれで終わります、はい、以上です。まあ参考になればね、気になる人はやってみてください。はい、はい、ありがとうございます、はい。アロワナ手術メタレ編。メタレ結構これね、あ結構垂れてます、ね、結構ね気になると思うんで。かなり垂れてます、ね、うん。じゃあ次は一番難関の難関です。メタレの手術をします、はい、これはほとんどみんな怖くて やれる。うちのクラスでもメタレの手術できるのは数人しかいない。まあでも怖いんだったら最初シルバーとかでね練習するのもいいかもしれない。僕も最初はシルバーで練習、シルバーで練習、うん、もうそれですよ。両目ですか今回これ、これ両目下がって両目ともやります。こっちの方がすごい垂れてますね、うん、こっちの目がねすごい垂れてます。まあちょっとぐらいだったらね僕気にないんだけど、気になんねえけど。うわ元気。うわこの子、これもさっきと同じ袋を使います。暴れる。うわ。これちょっと一回り大きいんで、しかもあの眼球落下の手術なんで、やってるタイプにあの動いちゃうとねやばいんで、はい、ちょっと。しっかり麻酔を効かせてやるんで、はい、ちょっと麻酔を多めに入れます、はい、量的にはさっきスプーン山盛り一杯ぐらいかな。山盛り一杯、はいはい、理由はちょっと魚が大きいんでね、水の量も高いちょっと多いと思います。だから山盛り一杯ぐらいの水、あの麻酔を入れてます。水の量も多いので麻酔量も増やす。それはもう魚の大きさ、はい、それを使う袋によっては水の量もね多くなるんですよね、比例するんで。さっきのが、質の目安としてこれちょっと一回り大きいんでね、まあ分かりやすく言えば1杯半ぐらいかな、あのティースプーンでね、その感じのようにです。でまた入れていきます。入れました。あとまた横になるのを待ちます。眼球落下はやっぱり暴れるとできないんで、しっかり麻酔を効かせてからやります。コケ掃除してなかったな。これ受験受験受験コケ受給コケ、これは出ません、はい、でかいですよね。30センチ近くないですか。20センチぐらい、いや20センチよりはでかいと思うんですけど、あ絶対なかなかね、僕が貴重な30弱くらいのね、カラプロが時給コケだそうです。売り物ではないそうです。約3分くらい経ちました。まだあまり効いてないですね、ひっくり返ってないと思います。じゃあここから早送りでやってください、眠るまで。だいぶ危なくなったね。ちょっと説明するんで、そのまま取り出します。はい、ここで眠るの待って、その間ちょっと説明します。はい、はい、次は、眼球落下の手術をやります。はい、これは一応なかなかやれる人は少ないんで、はい、やっぱりみんなほとんどが怖いと言うんです。怖い僕も最初はやっぱり心配だったんで、あのシルバーで練習しました、うん、やっぱり多少経験ないとできないけど、まあ、どうしてもやりたい人もいると思うんでね、これを見てやれる勇気がある人はやってみてください、はい、自分目垂れやっぱ気になりますね、はい、あの飼育しててやっぱどうしても目垂れてくると気になっちゃう、ね、自分は、うん、一回あのうちあのがんの経路を
先生がうち来てアルワナ買っててね、ウルトラ、はい、やっぱメダルになったんで、先生あの人間からすればがんの手術から比べれば眼球落の手術なんか脂肪を取るの簡単じゃったら、いや人間の方が簡単と言われてそうそう、先生も自分ではできないって言ったもん、眼球落が怖くてできない病院のお医者さんがですか。それも外科で、あの眼でもかなり経験のある人で、先生がその話で笑ったことある昔ね。次眼球落下ですけど、はい、まあ眼球落下も原因が本当はっきり分かんないけど、はい、ね、どんな環境でも落ちるやつは落ちるし、ね、落ちないのはもうこんな十何年も来てもパチッとしてるのもいるし、うん、こればっかりはもうはっきりした原因は分かんないんで、ただ中国では眼球落下を予防するために、あの普段はここに黒いカーテンを立ってね、ここにカーテンレールをつけて、簡単に見るときはパッと広げられるんで、なるほど、それによって蚊の予防になるみたいです。あとはマレーシアのファームでは一応ピンポン玉を赤く塗って、それを何個か浮かべて上から水流をつけて動かして防止してるとかって、それを動くことによって赤いボールに反応するんでね、はい、いつもそう見る癖をついて、はい、だからこの手術もそうなんです。あの落ちるというのはな、まあ、原因はあるんだけど、手術しても上を向く環境にしないとなかなか治らないんで、はい、そういう面ではこういう根影こういうにしてあげればね、やっぱりいつも上層部を泳ぐんでね、はい、やっぱ上を向く癖がつくんで、うん、あの治る可能性もあるけども、単独だと同じ環境でなって、それで手術したからって同じ環境だとまた治らないです、ほとんどまた垂れる。上を向く環境にしてあげないと。じゃあさっき言ったように黒いカーテンでこう覆ってあげるとか、あとあのゴムボールやね、赤いやつ、はい、あとピンポン玉、ああいうの浮かばしてね、水流をつけて動かして、あとはシルバーをアロマナとかブラックを一緒に泳がせるのも一つの効果があると思う。要するに目線をだから上に向くような環境にしてあげることね。それしないとやっぱり手術しただけでは治らないんで、その辺はちょっと付け加えます、うん、もう完全に動かなくなったんで、はい、じゃあこれから手術を始めます、はい、今目の状況を見せていただいてもいいですか。うん、上から見て分かってます、はい、こんな感じですね。だいたい 4,5 ミリで下がってますよね。上からの画像が横から出てます、はい、こんな感じです。あ、反対の方が結構垂れてますか。こっちの方が垂れてる。じゃあだいたい下がってるやつ、この雨川、はい、これかなりこれせり出してくるんで必ず、はい、これ2層入れるんで、これもカットします。雨川というのはこの下のコンテナ。ああ、それがガブっちゃうってことですね。下がったやつ、これがどんどん上がっていっちゃうの。ああ、なるほど。10だと半分ぐらいになっていくかな。まぶたみたい。人間でもこう、目をすぼめたみたいな、はい、2層悪いんでね。はい、で、これを取るのに必要なのが、さっき言ったこの改造したこの眉毛カットの細いやつですね。はい、これはあのラジオペンチで曲げて、この円に沿うように綺麗にカットできるようにこうやって丸めてます。はい、これでこの分の円を綺麗にこうやってカットできるんで、はい、今からその、あの、動画でアップしますけど。眼球落下っていうのもここに脂肪が溜まってるんで、脂肪がこれ白いの脂肪ってことですか。うん、やっぱこれも一つの原因なんでね、はい、うん、これを取ってあげることにある程度あの元に戻すことでできます。これが脂肪、脂肪です、ね、この白いの脂肪ですか。そうですね、これを取ります、はい、ただまだちょっと意識があるんで、まだ動くんでね、はい、まだ触れない、まだダメですね、完全に止まるまで。今これさっきあのティースプーンでちょっと山盛りで入れたんだけど、はい、ちょっと足んないかね、水の量がちょっと若干多いんで、もうちょっとだからまだちょっと意識があるんで、完全にこの尻尾が動かなくなるまで眠らしたいんで、もう 2,3 滴追い祭りでこんな分に入れてあげます。こんな感じで、はい、この答えも結構聞きづらい方ですかね。いや、これ普通かな。普通ですか。逆に、一度目やったのは逆に聞きづらくて、はい、二番目は逆に聞きやすい、あれは。はい。三匹目がまあ普通ぐらい。これ、うん、普通かな。まあ。あ、動かなくなったね、今ね。ちょっとやるだけで結構効果あるんで、これ、追いますよ。なるほど。あんまりダラダラでやってね、いつまでも寝ないで待つよりも。追いますよ、した方がいいですか。で、早く眠らして、早く手術
した方が、はい、あの、我々の、あの、体にもね、負担少ないですか？うん、影響が少ないんで。じゃあ、これから、はい、始めます。はい。まず用意するのが、ちょっと切って、この眉毛カットの、よく切れるハサミだと思います。はい。うん、これで。この脂肪を出ても軽く親指で押さえます。はい。で、これで脂肪がビュッと出てくるんで、この脂肪分のを削除します。押さえることに、こうやって出てくるんで、はい、これをこうやってハサミで。この皮の眼球を親指で押しちゃって大丈夫なんですか？軽くだったら大丈夫。当てます。あ、この皮の部分を今、なるほど。削除してね。はい。今度この中の脂肪を、このハサミを使って、その目の部分パカッて今やっちゃってるって感じなんですか？パカッて今いってる感じですか？うん、パカッて今。パカッと。押せてるよね。親指で。で、中に脂肪が溜まってるのを今、切ってるんですか？そうそう、これ取ってあげる。ただこれもあの、このハサミで、はい。ある程度取れる部分だけで、これはもうちょっと大きいんで40センチぐらいあるんで、もう脂肪がこうやって固まって、ちょっともう固まってきてるけど、若い個体だったらまだ液体なんで、この脂肪をカットするだけで液体だからビューと出てきます。へぇ、うん、この場合はもう固まってるよね。はい。ただもう、これ以上突っ込むと中に静脈があるんで、はい、その血管切っちゃうと一回それで出血太郎で死ぬことあるんで、あんまり表面のこのハサミでカットできる分だけ。表面の脂肪カットでぐらいでいいんじゃないですか？これぐらい、うん、あんまりお米で突っ込まないでね、はい。このくらいでいいと思います。はい。こんな感じですね。はい。で、終わったら、次。この甘皮、釣り出してる部分をカットします。はい、これは、人相、あの、切りも良くなるし、あと、これを、これだとこの、皮が、甘皮が邪魔して、根が上に上がりにくいのよ。はい。だから、これの甘皮を、この骨格に沿って、こうやって綺麗に。でも、これなんか、ハサミの先端が目に当たっちゃいそうでおっかないですね。今から、今から、こうやって俺、綺麗にほら、はい。甘皮のカットできそうと思います。すごい上手に作ってる。これでほら、これ目がこうやって上がりやすくなる。なるほど。うん。あくまでもこの手術というのは脂肪を取って甘皮を買うということによって目を上がりやすくする手術ね。うん、ただ、この場合だとまだ神経がまだ上の神経が伸びて下の神経が縮んでるんで、はい、このままだとまたこんな感じ、ままでなってるんで、はい、こうやって手術することにして、今度は上を向く環境にすることによって、これが治る可能性がある。はい、そのための手術です。はい、まあ、これでも多少は脂肪を取ったのでかなり効果あるんで、こうやって上から取ってほしいんだけど、はい、さっきとはだいぶ違うと思います。だいぶ違います。ね、確かに。完璧じゃないけどね。はい、もう、ちょっとさっきとはね、こっちと比べると、だいぶ、うん、あの、上に上がったと思う。はい。じゃあ次、こっちをやります。はい。こっちの方が症状広がったですね。ちょっと広がったね。これ、この方がいいかな。まずは、うん、軽く親指で押して。押し上げると脂肪が出てくると、うん、飛び出てくると。これをハサミで、この皮の部分をまず削除。はい。こうやって。そこで脂肪が出てくるんで、はい、これを全部こうやって取れる部分を取ってやる。慣れないとこの時ね、手が触れちゃうんで、みんなこう、おっと、まあ、ちょっと動いたよね。完全に効いてないと、あのままバセッと動いて、ハサミの先端が目に刺さったらもう締めちゃうんでね。まあ、眼球落下の場合は、完全に麻酔が効くのを確認してから、やって。このくらいでいいと思います。で、次に、この甘皮。はい。これをカットします。俺もちょっと撮影してるから、ちょっと上がって、手が震えてる今。いつもより緊張しますか、浅草さんも。
これ下の雨ガモ取れました、はい、これであの上に向きやすくなるんで、はい、ちょっと画像見てほしいんだけど、さっきよりも手術前の時とだいぶ違ってる。そうですね、うん、ちょっと違ってると思います。こっちこう横にしてもらってもいいですか。あ、なるほど、うん、さっきよりはね。確かにさっきより全然いいですね。でこれで上に向きやすくなったんで、はい、あとはこれで上を向く環境にしてあげれば治る可能性が、はい、なるほど、うん、このままだと同じ環境だとダメだからね。はい、うん、同じ環境だと同じ泳ぎ方してまた垂れるってことですか。ね、そうだね。まあこれはちょ眼球力はこんな感じで、はい、ちょっと難しいかもしれないんだよね。はい、まあやってみようって勇気がある人は、はい、この動画を見る参考にしてやってみてください。はい、はい、ありがとうございます。以上これで眼球力の術、はい、終わります。はい。これはちょっとやっぱり麻酔をちょっと多めに効かしてるんでね、なのでこうやって上縁に水を入れて強制的に、はい、エラに水流してあげる、うん、酸素。もう冷めてくるとね、この口が動くの分かるんで、はい、それで確認できる、はい、うん、動くのが分かる、冷めてくると、はい、上出したかな。ほら、体が動き出したよね。はい。ゆっくり。もう、これくらいになっても大丈夫そうですか？うん、こうやったらもう大丈夫。もう、ほっといても。まあ、でも、初めて自分のうちでこれをやったら心配ですよね。でも、これも今、手術はしたけど、一応、この環境だと、また、治んないんでね。シルバー、ブラックを、上質、とにかく上質を覚えてたかな。はい。うん、それからまあ確かに黒いカーテンで外を景色を見えなくする。それから赤いボール、ピンポン玉を赤く塗ったりね、ゴムボールのスーパーボール、赤いやつね、2、3個かばして、上から水流つけるモーターでこう動かして、はい、とりあえず上を向くような環境にしてあげれば治る可能性があります。あ、もう復活したね。復活しましたね。うん。普通に泳ぎ始めましたね。こっちがひどかった方ですが、ネタレが。さっきよりは、さっきよりはいいですね。少しは、多少これでもやっぱり、多少上がるよ。脂肪あんだけ取ったからね。はいはい、うん、多少は戻るから、これでも。ちょっとぐらいだったら、1ミリぐらいの眼球力化だったら、さっきみたいにやって脂肪取れば、はい、ほとんど元に戻る、1ミリぐらいは。だからこれをもっと直したければ、さっきみたいな、はい、ね、上を向く環境にしてあげることによって、治る可能性がある。はい、確かに、これくらいだとあんま気にならないです。でも、今。そうだね。はい。1、2ミリぐらいの出っ張りだったら僕も気にならないと思って、はい、そのようなもう欠点とは思ってない。はい。やっぱり4、5ミリになるとね、ちょっと気になるよね。はい。で、今、雨雲も取ったんで、今、目もパッチリして。はい。まあ、人間で言えば二重まぶた、一重まぶたから。はい。そんなイメージかな。それでは、確認してみます。こちら、手術前の映像ですね。右目が特に垂れている印象でしたが、こちら、手術後。カメラのピントが、ちゃんと合ってなくてすいません。かなり良くなったと思います。これもうちょっとだから今もやっぱでもこう見ると少し垂れてますけど、うん、また上に上がるっていうこともさっきみたいに言った。うん、環境にすればね。環境にすれば。あとはアローナの混影、混影するシーンをぶっ込んであげればね、はい、1年くらいしたら元に戻るかもしれない。で今度これ混影すると今度はね、ヒレ傷つくからね、ヒレがね。そうなんですよね。そっち埋まるんでね。はい。まあ一番お金かかんないんだったらピンポン玉。赤いものを垂れてあげる。あとスーパーボール、ゴルム、ボンドン、駄菓子に寄ってるんでね、はい、何個か買ってきて浮かばして。シールつけて動かしてみる。はい、あと黒いカーテン、うん。うん。まあ、パネルでもいいけどね、見ないときは、うん。それも効果。中国はそれ多いね。はい、うん。普段はね、外見えないようにして、うん。うん、やってる。違いますね、やっぱ横。卓球よりは、ね。正面から見ると。卓球よりはね。はい、卓球よりはいいと思う。じゃあ、これで眼球落下の手術終わりです、はい。ありがとうございます。はい。今回、4つの一応手術をやりましたけど、まあこの辺が一番多いタイプなんで、どうしても気になる方でね、やってみようと思う方は、ぜひ挑戦してみてください。勇気を持って。まあちょっと眼球落下はね、何回かやってやらないと怖いかも。まず最初は手が震えるんで最初やってみると、なかなかうまくいかないと思うけど、他の手術だったらね、落ち着いていれば、ね、誰でもできる手術だと思うんで、もし気になる方は、自己責任であくまでもやってください。まあ他にもいろいろアロワの生き物なんで
買ってるといろんな欠点とかね、腫瘍ができたり、成虫がついたり、特にはイカリムシなんかはね、逆にこう麻酔かけてピンセットで抜けたりするんで、だからこの、さっき言ったこの麻酔は、結構、そういう意味で一本持ってた方がいいと思います。うちのお客さんもやっぱりたくさん買ってる方は、ほとんどの方は持ってます。でも、自己責任だけど、みんな結構、簡単な手術ができるようになってるんで、麻酔の量さえ間違えなければね、今みたいに、初めてでも安心してできると思うんで、その辺は今回の動画で参考になると思うんで、まあ、それでも心配な方が分かんないことがあったら、僕何でも教えるんで、遠慮しないで、電話で問い合わせしてください。メールだとちょっとめんどくさいんで、電話で、問い合わせお願いします。はい、そしたら何でも、教えますんで、遠慮しないで、質問してください。まあ、一応これで今回のその、アローの手術の動画を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様。